ペレストロイカは1980年代後半からソビエト連邦で進められた政治体制の改革運動。ロシア語で再構築を意味するは再びを意味する、窃盗時は構築、建設を意味する単語。ソビエト連邦共産党による一党独裁制が60年以上も続いたことにより、構築した政府を立て直すため、1985年に 共産党書記長に就任したミハイル・ゴルバチョフが提唱、実践した。合わせて進められたグラスの土と共に、ソビエト連邦の政治を民主的な方向に改良していった。1987年のロシア革命70周年、記念の軍事パレードの際、ロシア語で民主主義、平和、ペレストロイカ、加速と書かれた大きな建て替板が、グムに立てかけられ、テレビ中継で、 アナウンサーが読み上げた。以降、ソ連国内に広く浸透していった。ゴルバチョフは、社会主義体制の枠内での改革を施行したが、物資の不足により高まる国民の不満を背景に、社会主義体制そのものの放棄と、連邦制の崩壊につながった。現在では、共産権の民主化を進めるとともに冷戦を終結させた政策として、 主に旧ソ連以外の各国で高く評価されている。英語圏の国ではリストラクチャリングやリコンストラクションと訳され、1980年代後半のイギリスのサッチャー政権やアメリカ合衆国のレーガン政権で行われた行財政改革、産業構造の転換政策あるいは民間企業の組織再編成などを指して使われた。これは 日本で1990年代後半頃から使用されているリストラの語源となった単語である。改革早々ウランの生産量が4倍以上に膨れた。終盤のエリツイン時代に外国銀行の干渉を受けて観光事業が非民主的に払い下げられた。ロシア連邦となってからウラン生産量は改革前の水準へ戻った。カザフスタンの分離によるものと考えられる。 コーカサスでは、カタストロイカと呼ばれる。民族意識が高揚し、1987年半ばに、アゼルバイジャン内で起こったナゴルノカラバフ紛争を、皮切りにこの地域でも、民族対立が表面化した。現在でも完全な解決に至っていない。ロ、ソビエト・オクトーバー・レボリューション・パレード、1987、7YouTubeA、リストラクチャリング・ A、リコンストラクション。 ハットニュークリアエネルギーエージェンシー、インターナショナルアトミックエネルギーエージェンシー、ザ・レッドブック・レトロスペクティブ・ウラニウム、リソーシズ、プロダクションデマンド、広瀬陽子、ペレストロイカからカタストロイカへ、北川誠一、前田光儀、広瀬陽子、吉村隆之編長、コーカサスを知るための60章赤石書店2006年132ページ。 ペレストロイカそれは大衆の活発で独創的な生産活動の支えで、ある1988年に発行された切手1988年に発行されたペレストロイカとグラスの土を宣伝する切手。ありがとうございます。